いか。セカンド G でミラーボリアスとミラールーツとミラー何やったっけ忘れた。どうせあれでしょ、弾込めて倒すやつでしょ。ちょっとこの弾込める、なんか大砲撃たなかったっけ、それじゃないか。あ、そう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 、え、それラオシャンロンじゃない。あ、ラオシャンロンか、あれ。背中だったりするやつはそう、あー違うのか、うん、まあ、ワールドはまたなんか違うやつあるけど、その乗って戦うやつは。あ、そうなの。うん、モンハン行きたいけど、もう多分今行ったら相当下手なって大変なことなんでやろうかな。下手って1から1からやりたくないし。あ、ご飯が今ちょこちょこ入ってる。俺は入れてないと思うけどな。キャンプファイヤー。ああ、そう、作って置いといた。それやったっけ。とりあえず探索、とりあえず探索だね。次も瞬撃には備えられてるから、あの新しい、あれ一応あれスピアにしといて、うん、あのチャラさんなりになんか作ってくれてもいいですよ。あーって言っても俺あそこまでのものをなんだろう、強化できないんだよね。強化はこっちにこっちでやるから、その組み上げてくれたらそれを。あ、そういうこと？うん、まあ言うたら、なんかウッドフレームかなんかで設計図的なものを置いてくれたら、それをブロックで置き換えるぐらいはするよ。あ、なるほど、そういうことか。あれだ、木でなんかこう形を作ってくれたら、それを一個コンクリートに置き換えていくよっていう感じかな。了解しました。でも早く間に合えへんかったり、うん、ちょっと厳しそうやったら、今作ったあれにこもればいいから。あれ多分次の次ぐらいまで使えると思う。おお、まだまだいけるじゃん。あれに読んねんけど、来るゾンビの質に読んねんけど。あー違うのか、石炭って結構あった方がいいんだよね。うん、もういっぱい欲しい。今1000個持っていきます。なんか違う鉱脈見つけたいな、これ飽きてきちゃった。はい、鉄と鉄とな、石炭と石だから。これ以外だと何があるの？鉱脈としては。鉄、石、石炭以外。鉄、石、銀とか？いや、鉛と白いかな。
そんなもんなんだ。って言わせとった。あ、そうだ。レグは30。はい。だからまあそうだね。夜はこもる。やっとスチールやな。スチールが途中何個あれば。スチール掘っても出てこないんだもんな。で、ね、作んないとね。探索だよね、探索。了解です。今からミッション行ってこいかな。この時間に？うん、近いの？500m って書いてる。おお。あっかり、あっかりよと思ってこよう。あれ、懐中電灯つけてんのこれ。あ、俺、うん、つけてる、つけてる、つけてるけど、その明るさのやそう、うん、もう一個こっちに持ってこよう。おお、バイクの音する。行ってきます。いってらっしゃい。まあ、チャラさんのバイク作るためにもね、ちょっとこっちではバイクで動きながら始めようって。ありがとうございます。そうなんだよね、もう近いのがないんだよね。影になってんな。おー、広い広い。ゾンビを穴に落とすってのはどうなんですか？あ、それも面白いと思いますよ。ここに全部落とそうかな。で、下にスパイクと、はい、で、上から銃で狙撃すると。あ、いいと思いますよ。そういう人もいたりするんすよね。穴タイプやってる人いますね。いますね、そういうタイプ作ってる人も。ここでやろうかな、それを。ただどうなんやろ、今落下ダメージがどんなもんなんかがわかんないですよ、自分。あ、落下だけで死ぬこともあんの？敵が、うん、あ、マジで？深かったらあり得る。あ、そうなんだ。うん、あ、この深さどのぐらいなんだろう。10マスぐらい。1、2、3、4、5、6、10の10、15ぐらいか。
した。トイレからスパイダーゾンビ出てきたから。あれやな、勢いよく突っ込んでくるな、ゾンビが。ああ。なんかだんだん砂になっちゃったな。砂はやだ。一回詰め込む。俺これどっち側に向かって掘ってんだ。外した。あ、いいね。そっちか。こう。お、経験値入ってくる。なくな。い、それ、ああ、木の家とか？木の家やから。うん、貫通してもって。ピストルは何本使ってますか？ピストル何本？うん、陰湿2、読んでたわ。わお、いる？いる。俺はこのままクエストまで掘り続けてやる。
ライト使わずにやってるから敵もこっちに気づいてない。あ、そんなことなんの？うん、あ、基本ライトとかに寄ってくる。うん、あの音と。あれか、地下あんのか。レベル上がってくぜい。本当に俺このやってる絵があれだな、掘ってるだけになってんな、うん、これよろしくない。配信者としてはあんまりよろしくない。見てて穴の映像だけだからね。そう、自分はむしろ夜間探索してる分見栄えは見どころさんもあるけど、今ちょっと俺これをこの夜限りで変えようかといって昼間に掘るのもな。そうそうそう、ほんまは自分はまあもうどっちでもいいタイプやからあれやけど、自分が掘っててもよかったんやけど、まあ自分は掘るの家やから基本的に任せる了解です。ずっと掘るだけっていうのはだよね。これ性に合わない。あー叩いてる、倒しに行こう。おお、めり込んでんじゃねえかあいつ。三時。あれどこ行った？あ、そっちにいるんだ。待ってよ、俺どこに行けばいいんだっけ次。あー、この回収とこの解放とこれか。あー、はい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 、そういうことね。そういうこと、そういうこと。ちょっと待てよ、もう荷物置いてこう。銃があってスナイパーライフルあって、弾の種類も揃えとかないとね、多分ね。ああ、それは 7.629mm、うん、あれスナイパーは何でしたっけ。 7.62 7.62、ああ
OK。 2種類ぐらいまでにした方がいいと思う。うん。あれピストルは69mm。 あー、どっちかか。まあ2種類ぐらいにした方がいいとか言いながら3種類になってんねんけど、自分はいつも。うん。でも自分結構スカスカやから、それでも。よし、4時だ。これが1回か。300m。このでかいやつもしかして違うか。あ、違うな。パンチゴーグルやめまして、これか。なるほどね。はい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 。どうせこれ登っていくんでしょ。あ、その建物か。その建物普通にゴールまで行ってるから、うん、リスタートしてほしい。リスタート。どういうこと。あ、いいよいいよ。あ、いや、その建物一回普通に探索で入ってるから。あ、もうやってるんだ。うん。で、俺屋根から入ろう。それ多分正規ルートで行った方がいい。そうなの。うん。またあれ地雷とかけ。けど正規からの方がいいんだ。まあちょっと道が複雑。それティア3じゃない、そのクエスト。これティア3。そう。ああ3はちょっと建物とかもなんか小さく見えて意外と大きかったりするから、するし。これ正規ですよね、空いてるから。その屋根壊して入るのは正規じゃない、ね、ああ屋根壊すのはね。これ普通に穴開いてんのか、もしかして開いてんじゃん。あ、また壊しちゃったよ。壊さなくても入れるよ基本。いや、バッグをね壊しちゃうんだよね、勢い余って。殴りすぎちゃうやつね。そう、もうそれだけどうにかしちゃう。どうにかして。はい、来た。おお、全然ダメージ食らわない。あら、カバン取っちゃったよ。あ、でもこれ一層か。おお、自分も今ティア3やってるけど、なかなか死なねえ。
前そのリーチどうなってんだ。地下あんのか。地下の前に上があるわ。化石ルートで行った方がアイテムも多いしね。え、変わるの？アイテムやっぱ全部見て回れるから。あ、そういうこと？そういうこと。これ外か。違う。これ上どっから行くんだっけ。あれ、上の行き方が分かんねえな。上から来たんじゃなかったっけ、そこ。あ、上って言っても、あ、いや、結局こっから来た。上ないのか。上、あ、ないのか。このぐらいの空間だもんな。これ届いてんだ。え？ん？おお。お、マスクマン。マスクマン。うん。あれ、これで終わり？そんなことないよね。スチール製の草はこれか。やっぱ地下があったわ。そこヘルメットゾンビとか出てくるんちゃうかな、将来的に。ヘルメットゾンビ。もちろん強いやつですね。そうですよ。強いやつ。おお。ホップステップじゃん。こうやって地下行くのか。絶対出るじゃん。どこ地下3回か4回ぐらいまであるから。ここ3階っていうか、まあそこそこ深いかな。そういう感じなんだ。あー、なんかの施設みたいだね。バイオハザードみたいね。どいてもらおうか。どうある。引き金フルオート。これ施錠されてんじゃん。壊すのか。これいや、基本壊すはないよ。あ、じゃあこれルートが違うんだ。壊すルートは基本間違ってる。基本壊さなくてもいけるようになってる。ってことはこっちからぐるっと回るんだ。
あいだ。どうした？クマおった。駆け込み乗車、もうバイク乗った瞬間殴られたクマに。クマ早いんだっけ？いやバイクの方が早い。これは多分ゾンビグマじゃないやつやと思うけど。あれ？あれゾンクマ？今の自分の位置がわかんねえ。どこだっけ。あ、登れんのかこれ。じゃあ降りよう。ん？これ上か。おお、いっぱいいるやん。クマおったんか、全然気づかなかった。お、なんかメッセージ。いつものやつ。いつもの。これ下で合ってんのか。はい、出ました。いつもの持ってないやつ。食べちゃえ。食べちゃえ、食べちゃえ。解体しちゃえ。解体しちゃえ。お、ショットガンが5になった。ん？ショットガンが5になった。おお、ダブルバレル？そう、これはラッキーだ。これ深いし、いっぱい出てくるし、あれだな。ゾンビとか出てきたら頭殴っても硬くてね。マジで？うん、嫌なやつじゃん。そう。埋もれて、相変わらず埋もれとんなこいつ。そのうちいなくなるやつ。さらに埋もれたらいなくなるってか、触れられへんようになるからさ。暗視ゴーグル？うん、夜あると便利やけど。入れたか。夜出歩かないからな。いらん？うん。じ
ゃないわ、こっち側には。なんか音するんだけど、いねえな。外か。あ、近くの道具屋でミッションや。あ、クマ倒したからさ。お、肉？肉が。大きい。ですよ。やっとくね。今拠点おらんすよね。いない。今は戦っております。戦ってはいないか。っていうか長えここ。ハンドガンも入れたし。入れとくとこね。おい。油もちょっと出たから。あ、ヘルメットゾンビだ。ヘルメットゾンビ違うか。兵隊ゾンビじゃない。兵隊ゾンビだ。防弾チョッキつけてない。つけてる。ああ、兵隊ゾンビや。最後まで来たけど、モテねえ。外地作って、とか。どっかに入れて。ここすげえ出るな。うん。正規ルートから行った方がいいよって、そういう感じの。そういうこと。そういうこと。ミッションやってスチールを。すーげーいっぱい。アロエか。アロエに用はね。アロエでも救急キット作れるか。なんだって。アロエ割と重要やね。医療アイテム作る上でも。これで全部取った、うん、さて戻ろう。これでいいか。よし、出た。こういう隠れ方もありだな。邪魔するよ。お邪魔？邪魔するよ。
でも道具屋関係やったら、うん、うん、スチールそのものが出る可能性もあるから。おほほほ、これは楽しい。リサーチオブフォー、おう、17日目、あと4時間か。確かに1回来るか。幸福系のやっぱあれが相手取るから、スキル？あ、スキルじゃねえや。方向しかねえじゃねえかよ。 NE そっちの NE かい。くそ、ふざけ、うわ、もうダメだ、バイクだ、もうバイクの時代でございます。はい、ちょ、もう探索するわ。探索して物集める。コーナン広い。コーナン、コーナンって言っちゃうわ。 KOD2 じゃなくて、うん、うんって言ったけど、今ついうんって言ったけど、何にしよっかな。別に俺取るものがないな。6、うーん、行く気にならねえな。近場で行ってないとこ探索とか。そうっすよね、うん、もうどっかの家ぶっ壊すぐらいやろう。ダメだ、所詮工具だから、工具系の。ほほ、違う違う、したいんやけどな。
誰か叩いてるな。これが切れんのか。ああ、そういうこと。あれ？なんかつけれんじゃね？ん？何かつけれるんじゃないかなと思って。ほんと？うん、そう。これもつけれるな。いらない。これは無理だな。あ、そうそう、銃が1個いらない。あ、ハンドガン、おう、手に入れてるわ。どっかの箱に、どっかね、うん、探そう。チェロさんが入れてた、俺？物入れの、うん、あ、のどっかにある。うん、ある。了解です。もう俺が適当に入れてるからな。あのカウンター側にある。これか。あれ、ピストル？あ、見っけー。4持ってないでしょ。持ってない。あ、ちょっと待って。おう、ラジット？壊れてる、ここ。おう、何やってんのお前。俺直せるかな。直してみよう。何が？なんか壊してる人おる。そう。で、今壊れてるから俺はどこまで直せるのかなと思って。あ、違う違う違う。ああ、おお。あれ？こっから先がいかないのか俺。ああ、石かそれ。石持ってないだけか俺。だな。さ、探索しよう。これ探索しようかな。行ってないし。犬いるんだよな、こっち。あれ、もうこれ行った？あ、でもゾンビいるな。ゾンビはね、出るんだっけ。しばらく行けないと開いちゃうからね。あ、でも壊してないから、扉壊れてないからこれ来てないな。自分壊してない派やから分からへんで。そういうことか。壊す派の俺と違うから、うん、俺ボロボロにするからな。あ、来てるわ、これ。あ、来てない。そこどこ？あ、そこは来てないと思う。来てないっつか、行ってない。おお。大きいビル？そうそうそう。大きいビルには一回も行ってない。オッケー、じゃあそこ一日で回られへんもん。あ、大きくない大きくない。え、拠点からずーっと右に行っただけ。ああ、二つ並んでるやつ、中くらいのビルが二つ。わかんない。でも入った感じがないから、多分そこは行ってないと思う。
ああ、取ってない、取ってない。あれ入ってねえ。あ、取ってない、取ってない、大丈夫だ。よくそこの壊していくな。ほんまに正規ルートから行かへんした。あれ、地雷踏んでも、地雷踏んでも知らんで。やめて、下見ながら行かなきゃいけなくなっちゃう。なんか割と本来進んであかんところに地雷とかが割と置かれてたりすることはよくある、このゲーム。絶対ツルハシ強いじゃんこれ。相手に刺さるんだもん。っていう俺の解釈。これ何登るやつついてんだ。なんか登っていかなきゃいけないところが。あ、爆発した。え、なんか爆発したよね今。してないよ。俺か。そう、チャラさんが爆発した。俺の方か。いや、面白いからこの人。何の話。え、そっちじゃねえかよ。スクラップヘルメット6。俺なんだっけ、66。 6? うん、いやね。まあ、そこんなとそこの建物行ってないね、確かに。これ下もいるね。おかしい。いきなり爆弾を鳴る。いきなり爆んじゃねえ。びっくりしたじゃんか。あれか、窓枠通っていったから。あ、スチール出た。いいなあ。走り始めた。ああ、撃ってから走り始めるのはなんかそういうのがある。こここれちゃんと進んでねえな。取りこぼ、ガバガバ取りこぼしある絶対これ。まあ今に始まったことじゃない、諦めた。なんか爆発してる。俺か。あ、この音っすか。うん、これマグナムの音。あ、そっち。うん、マグナムの音。マグナムの音だから大丈夫だよ。なんか言うね。これ下降りてえな。いや、下は行けんのか、いつでも。こっから行けるから、上から行こう。こっちから行こっかな。
マグナムすげえな。マグナムじゃないよ。え、マグナムじゃないよ。何ですかそれ。ショットガン。あ、ショットガンか。なるほど、分かったぞ。そのやり方があったわ。何かを作ってしまえばいいんだ。あー、結局モテねー。何をやってんだ俺は。これ今2階か ?2 階か。あ、降りた。まあいいや、こっから入ろう。入り口がないなら入り口を作ってしまえばいい。もう俺はそこに行き着いた。そして俺の中でツルハシが一番強いってことになって、ツルハシで戦うことにした。ああそうか、甲府だからツルハシが強いんか。あのすごい強いんだよね。あ、ブロック破壊ってか強いから多分それができるかな。ここ広っ。今敵いなかった？いたな。いやマジ強いんだよね、ツルハシ最強説。ここ開けとこ。開ける必要ねえよ、裏から来れるわ。そしてここ開ければいいんだ。後で取りに来よう。あらあらで探しようって。こういうことか。これ本当に広い。ああここに来んのか。もう一回後で来よう。持てねえ。おーっていうか何もねえや。
あれじゃない、ショートカットしすぎて何もねえってなってんじゃん。ギグ、それはある。あるんかい。かもしれない。いやでもね、見てきた中だとこんなもんなんで、あ、こんなもんじゃないよ、ここになんかあるよ。これ邪魔だな。結局これぐらいのものしかないのかい。あ、こっから。あ、ちょいやな。こっからなんか上り下りできんだ。結局ここか。お、壊れてる。これ壊れてる自動販売機を何で壊せばいいんだっけ。レンチ、OK です。まあちょっとしか出えへんと思うけど、っていうのを繰り返して地道に集めたら一応もうちょっとしたやつ作れる。来い、スチール。3から5なんよね。あー、シール来ない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 。全部壊しきるまでに3個ぐらいは確か出ると思うんだけど。なんだこれ。おおおおおお、俺が持てなかっただけだ。そういうこと。なんだよ、俺がモテねえだけじゃねえかよ。ゾンビか。ああ、そこの建物見てんねや。92度。お、スチールがね、2つ取れた。お、いいよ。こういうことね。そういうこと。え、そこ自販機いっぱいあんの？うん、1個しかない。壊れてないやつやると感電してダメージを受ける。オッケー、俺も目標変えた。壊れてる自販機を壊すっていうことに専念する。そんなにバイク欲しい。欲しい。じゃないともうどこも行けない。ああ、なるほどね。もうそれか一か八か、やるときはやるしかないか。壊れてなくても壊して。無限に回収しようと思ったら、まあそうなるな。直しながら殴ればいいんやけど。あと10個。壊す。了解です。どこ入れとけばいい。どっか分かりやすいとこに。あ、じゃあ鉛とかのとこに入れとく。鉛じゃないや、なんだっけ、石とかいっぱい入れてるところ。はい、王子。そう。
20時か。佐渡子みっけ。練習に使おうじゃねえか、貞子。死んだな。じゃあな。ん？あ、戻ってきた。なんか作れんねんかな。ねうん、電気フェンスポスト、あ、作れねえか。衝撃ドライバー、多分こっちになってるんちゃうかな。機能振ってあれしてるから。あ、こっちになってるわ。ネイルガン、ラチェット、その掘るやつ？ん？オーガ？オーガ？あ、これで掘ってくんだ。あー、設計図か。それは設計図いいねんけど、もう自分は作れそう。マジで？スキルで開けてるから。オーガあれば、掘っていくぜ。そうだよね。ちょっとね、スタミナきつくてね。あ、どこにあるんですか、そのスチールは。これ右に、今2個入れた。どこに入れた？左？右。右？あれ？ないで。あれ？それスチールじゃないの？鉄鋼って。鉄鋼？もしかして出力に入れた？あ、いやいやいや、あれ？なんていうの、鍛えるに鋼でいいんだよね。うん、うん、2個ある、2個ある。あ、上のチェストか。そうそうそう。あ、はいはいはい。あと8個かな、じゃあ。 OK です。ということで、私はまた地下世界へ。ご飯も結構持って帰ってきたから、缶詰やったらいっぱいある。お、マジっすか。うん、ちょっと次の朝が来たらやろうかな。あ、石めっちゃある、いますか。めっちゃありますよ。入ってる入ってる。どっか、あ、こっちか。チェストちょっと白い粉欲しいな。白い粉、あれ、白い粉も入ってない？入ってない。あれ、白い粉って外で表面にあるんでしたっけ。この建物の裏側に結構ある、白い粉は。あ、了解です。懐かしいかな。そっか、ちょっと地下にないやつか。いや、地下にも出るよ。出る？あれ、出るけど見かけてないから。あれ、別に裏のやつ掘ってもいいんですけど、うん、自分が掘ると損するんですよね。損する？うん、あの収穫量がチャロさんの方が多いから。ああ、もちろん私がやりますよ。
今欲しい？ん？あ、弾も作っときたい？から？いや、すぐじゃなくていいんだ。うん、まあ、一応。了解しました。じゃあ、そのうち、はい。はい。取ります。じゃあもう一回潜るぜ。潜ら間違いない。潜らで、ちょっと待てよ、どっかに油ないかな。もう一つ松明が欲しいんだよな。ん、ここの食べ物のとこにあるんじゃない。ある。油、油見っけ。そしてあれだな、いつの間にかレベル上がってるわ。ラン&ガン。いらないな。知能か、知能いいな。今さら。勇敢な冒険者とか何これ。豪華な報酬を手に入れましょう。いいですね、これ。でも俺は忍耐だ。強さと忍耐でいきます。自分その辺全部カンストしてるんで。え？もう、忍耐取ってるから。ああ。あの、忍耐は取ってないけど、その優れた交換とか。いや、その辺は全部取ってるんで。そういうこと？言ってくれたら自分が行くけど、あ、まあミッションはね、お互いやってるから、あれやけど。これね、はいはい。ちょっと石をいっぱいくださいな。OK、また持ってきます。鉛の鉱脈はないんでしたっけ、まだ。いや、あ、鉛見てない。鉛も欲しいな。ここないか、鉛ね。な、銃ね、銃やから、まあ、優先度はあれやけども。あれ、どっかに埋まったな。松明が1個なくなったか、置いた時に壊れたか。あ、壊れるのもあんの？あの、うん、落ちて落下して壊れた。あ、でもね、光ってるんだよ、なんか知らないけど。あー、じゃあ埋もれてるわ、これ。あー、多分それ埋もれてる。掘れば出てくる系？まあ、周りを、うん、周りを壊していけば多分。あー、なんか光ってる。あったあった、埋もれてた。みんなあの木のとこなくてるな。
あ、俺が直したやつ？俺の地下世界に近いのか、そこが一番見たいっすね。そんなに側面叩くんやったら補強しとこうか。よし、次の1日は俺あれだ、自動販売機壊すのに回るわ。面白いですね。もう探す、壊れて探す。壊れてるやつちょっとぐるっと回ってきたけど見当たらなかったよね。マジ？隣町行くしかないのか。頼む、鉛に当たってくれ。結構下掘ってるんすよね、その感じ。そう、掘ってる掘ってる。20マスぐらいかな。深いところではそのぐらいあるかも。あ、もっとある、30ある、深いところは。おそらく。ここで20だから。螺旋の一番下はそれぐらいあるな。行ったわけではないのか。何マスですか、下って。50。いや、0やったはずやから、今自分がおるところが60になって、多分。60か。下まであるんちゃうかな。60まで行けばいいのね。マイナス。うん。OK です。行ってきます。今、何ボスか。ここが20で、この下に30の場所がある。ああ。深いところに行けば鉛があるとか、そういうわけじゃないですよね。あ、ランダム。鉱脈はランダム。あー、じゃあわかんねえのか。でも基本的に鉱脈はその砂利の近くにある。砂利の近く？鉛は？いや、鉱脈が。鉱脈が。
よし、一旦ここをここにして、ここをここにして30より下に行くわ。あれ、もしかして下に来た？いや、見てる。見てる、先からずっと見てる。そうそう、10秒前を。料理、あ、するよ。料理もあれか、後でお願いしたいんか。肉でいいんだよね、一通り。うーん、なんかええやつないんすかね、回復量がいい感じの。あ、俺がちゃんと材料見てないんだ。了解です。ちゃん料理のスキル取ってるんですよね。取ってる取ってる。まあ、あの夜の間は下でいいんですけど。ああ、また埋もれたわ。綺麗に掘ったらそれなくなるよ。結局置ける場所じゃないって判定なんですよね。あ、なんか置ける場所にくっついてるだけ。そう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 。レベル上がらんもんな、しばらく。レベルいくつですか今？え、35。こっち32。たっけ。でも、昨日ぐらい5レベルぐらい騒いだったけど、詰まってるところ見るとやっぱ地下の掘り出してから早くなってる、ちょっとずつ。3時になったら上がっかな、一回。なんて言ったって体力がね、減りませんからね、こちら。体力？スタミナか。あ、減らないですか？減らない。132から119行ったらすぐ戻る。チャーさんの吸ってる入り口が、入り口で一番近いところを殴ろうとしてるな。逆にじゃあそこをうまく使うか。うん、そうだね。それこそそれを地下に引き込むか。まあそれでもいいし、なんかうまいこと作ってくれたらそれで僕はいいです。了解っす。ここでもあんま拠点した、あ、拠点割りにしたくないですけどね。あー、どうしよっかな。いや、万が一崩壊した時に全財産しちゃうからね。確かにそれを言われるときついな。
来たよ。お、上がります。3000の石を持って上がります。あれ、はい、あ、やべえ、壊したくせえ、あ、やべえ、壊したくさい、上がる道壊してた、あら、だから今作る。崩れちゃってたんだ。ああ。城の間に。下掘るとそうなるので、置いといてください。螺旋が。あ、だから最終的になんか綺麗に縦横掘った方が、まあ、ブランチマイニングした方がいいと。いい。迷子だろし。そう、今迷子になってる。幅がねえわ。もうちょいこっち広げとこう。よし、うん、これで大丈夫か。なんか壊してる。おお、壊したの？うん、壊す。これでいいかな。よし、行ってくるぜ。壊しまくる、はい、あと8個だけなんで。了解です。壊してくる。壊れてなくても壊してやる。一撃で死ぬ？壊れてないやつ壊したら。いや、じわじわ減る。感電所じわじわ減る。うーん、まあ、回復しながらやったら全然大丈夫。じゃあもうそれで5。ただそれ修理しながらしないと。かんよ、無限に取るなら。あ、ほんとだ、感電した。あれ、けど HP 減らないよ。あれ、減るはずやけど。減らない。減らないやつ、いける。
壊す壊す。いや、修理アイテム持ってる。壊しきったら無限に取られへんねんけど。なんか俺が耐性持ってんのかな。バグってあれできんのかな。あれ回収しちゃった。あ、なん結構取れた。結構取れた。3つ取れた。3つか、あと2つかな。じゃあ了解、行ってきます。今ので分かったから俺もう、あれなんでやろな、全部壊す。一応缶詰買えるからあんま壊したくないんだけど、ね、ああそうじゃん。だからやっぱ壊れてるやつだ。ギリギリまで、あのあれ削って、うん、それを修繕してもう一回また壊すっていう方法を取ると無限に取れる。無限っていうか、あー分かる、言ってること。行ったらなかった自販機ここあるんじゃないかなと思ってきたんだけど、ないの？中にあるかもね。だよね。あ、ここまだ来てないんだ。てっきり来たとこだと思って入ってきちゃった。やっぱ1階にしかないっすよね、あれって。うん、いや、とは限らへんけどな。マジか、じゃあ俺ちょっといろんなとこ入るだけ入ろう。自分入ったところはさ、わかるからさ、はい、いろんなもん壊してるから。あよし、全部回ろう、倒さないで。あー、ここないな。ここはないか。ここもなさそうだな。図書館か。図書館なさそう。ありそうな気もするけど、ね、おやべ、めっちゃ来た。図書館、あ、そうだ、いろんな設計図ここで手に入れよう。そうだ、目的が、目的が変わった。コロコロ変わる。図書館だ。チャルさんが今他の分野伸ばそうと思ったらそれしかない読むしかないんだよね。読むしかない、間に合えへんと思う。紙じゃねえかよ、紙。クーラーボックス壊してもダメなんだよね。他にも何個か壊したら出るやつあるけど、具体的にどれがどれかってちょっと覚えてない。あ
じゃあやっぱ特定のものを。弾薬セーフとかも確か出たと思うんだけど。もう全部壊しちゃえ。破壊神。完全に破壊神。上もうないよな。ねえな。よし、次行こう。あれ、切れた。もしもし。もしもし。一旦配信切りまーす。あれ？どうした？つなぎ直します。つなぎ直します。